セレッソ大阪は17日、MF 関口国光の負傷を発表した。関口は以前より左足関節の違和感を訴えており、それが解消されなかったため、16日に手術を行った。左足関節インピンジメント症候群と診断され、戦地までは4週間を要する見込みだ。C 大阪は17勝6分け8敗で3位。すでに優勝の可能性は消滅しているが、来季の AFC チャンピオンズリーグ出場権を確保できる位置にいる。関口は今季 J1 リーグ戦18試合、J リーグ YBC ルヴァンカップ8試合、天皇杯4試合に出場。C 大阪は16日にも FW リカルド・サントスの負傷も発表しており、関口の離脱はアクル出場を目指すチームにとって痛手となった。なお、診断通りであれば、関口は12月23日に行われる天皇杯準決勝、ヴィッセル神戸戦までに復帰できることになる。